足湯なのかな。こちらですね。こちらは足湯です。入浴はできません。高っ。おお。バイクとかではね昔行ったことあるんですけど、車ではね。あ、寺ですね。もうこれ雪国に対応した。支払い方法を選んでください。確認ボタンを押してください。給油キャップの締め忘れに。ちょっと今日はね、あの一人でちょっとドライブというか、旅をしようかなと思います。まあ、ここから2時間以上の奥津というね場所に行こうかなと思います。まあ、この奥津っていう場所は、まあ、温泉が有名なんですよね。美作三島の、まあ、湯原、湯老郷、まあ、奥津というね場所が、3つの場所があるんですけど、その中の一つの奥津温泉というね場所に行こうかなと思います。バイクとかではね昔行ったことあるんですけど、車ではねなかなか行くことなかったですね。2度ですね。大気が2度で、ところどころで雪がありますね。これは、はい、もうちょっとしたらね、この奥津温泉のね、町に入ろうかなというところなんですけど、まあ、ちょうどなんかちょっと気になったね、この交通安全のこのアンパンマンだと思うんですけどね、こちらすごいですね。はい、注意100倍、安全運転、こういうのがあります。一気にね冷え込んできましたね。さっきまで雨だったんですけど雪にね変わりましたね。こちらでございます。
そうですね。なんかいろいろあります。ちょっと今日はこちらにね止めて楽しもうかなと。なんかやってますね。牡蠣の。なんかやってますよ。なんかやっております。ちょっと今日こちら止めて行きます。よっしゃ。はい。よっ。というわけで、道の駅奥津温泉とねいう場所に来ました。ちょっとねブラッとして奥津のね温泉街を歩いていこうかなと思います。じゃあ笠岡なんですね。笠岡の鍵島さんのやつ。あ、珍しいですね笠岡。そうそうそう、本当はね、去年はやりたいの受けたんですけど、ちょっとやっぱコロナが、なんか書き祭りみたいな、そうやってたんですけど、はい、今年もね、ちょっとこの販売だけで参加してて、はい、500円です。あ、じゃあはい、はい、あ、ほんのさん、ごめんなさい。あ、ふるさと物産館、ちょっとこちら行ってみましょうかね。寒いな。すごいな、これイノシシの肉がね売ってありますね。獅子肉。アマゴ。うまい棒。このゲゲゲの鬼太郎バージョン。チーズ味30本入り。この下がね、奥津温泉の町になりますね。ちょっと行ってみます。ありますね。ちょっと足湯なのかな。こちらですね。こちらは足湯です。入浴はできません。足湯付き、なんでも付近は足湯付近禁煙です。よいしょ。うわー、高っ。おお、もうね満足です。これはい、というわけでね、この奥津温泉の中にある足踏み洗濯のね場所に来てます。まあこの由来なんですけども、なんで足踏みしながら洗濯するかというと、やはりもう立ったままじゃないといけないっていう理由があるんですよね。まあそれがそのクマとかその野生のね動物がその洗濯してる時に襲ってくるので、実際立ったまま足で洗濯した方がまあ逃げるというか、クマが寄ってこないっていうねことらしいですね。はい、いう場所で、場所なんですけども、毎週ね日曜日何かしらのイベントをやってるらしいんですけど、
やはりコロナ禍の中なんでやってないということで、中には全然、ね、何もないということになっています。足踏み選択の刑、グッソ結構ね、靴温泉の中でかなり有名な、まあ、旅館兼温泉というねことですね。これ一回行ったことあるんですけどね、なんか書いてますね、重要文化財、有形、あ、登録有形文化財。日帰り入浴のご案内、こんな感じになってますね。源泉かけ流し、はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。古い建物ですね。旅館だったのかな。喫茶店。レストラン、リガーショップ、お酒屋さん、午後2時より。
号みたいな。立派ななんかお寺がありますね。ね。お寺。あ、寺ですね。もうこれ雪国に対応したお寺なんですかね。なんかあるぞ。なかなか珍しいお寺ですね。屋根がすごい立派な。よいしょ。書いてますね。米屋クラブって書いてますね。あの上うわ、眩しい。はい、なんかこちらね、あの下から見えたこの巨大な建物なんですけども、これなんか旅館だそうですね。ちょっとさっき見たら、今日はなんか休館日みたいな感じで書いてたんで、今日はやってないみたいですけど。すごいな、これ。はい、いうことらしいです。はい、というわけでお疲れ様でした。今日のぼっち旅、こういう感じでお届けしました。
もう行き当たりばったしだったんですけど、まあなんか結構面白い感じのものがあったりとか、お寺とか、なんか宿っていうかね、あったりとか、足湯あったりとか、まあ普通にね、気軽に歩くのはすごいいいかもしれないです。ネタ的にね、まあ、人もいないんで、はい、まあ温泉は2時半ぐらいまでですね。今の時期、そのさっきのね、奥津荘ってのがあるんですけど、2時半までやってるということです。まあそれ以外は今ちょっとね、美人の湯のところが休館中だったりね、まあ比較的来やすいかなと思います。まあ興味ありましたらぜひね、皆さん行ってみてください。という感じで、今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。